次は横で行います。はい、OK。 この時注意をしてほしいのは、足が体に対して横に出たり、あるいは後ろで上がってると違う部分の筋肉を鍛えます。足の横の筋肉を鍛えます。なのでまっすぐ上げる。この時見てもらって分かるように、膝は非常に綺麗な膝をしております。はい、じゃあもう一度。はい、次は後ろです。この時に、絶対注意してほしいのは、まっすぐ上げたり、あるいは内股になることです。必ず太ももの外側の筋肉を使うように上げてやってください。当然膝、つま先も注意をしながら上げさせてください。はい。